はい、皆様こんにちは。こんにちは。菊池家リビングシアター、今週もやってまいりました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今週はですね、はい、先週、配信しました、作品の、まあ、反省会。はい。先週は第61回歪んだ窓、山川雅夫さんの作品をね、はい、読みました。はい。まあ、あの、反省会ということで、はい、まあ、その作品についてですね、そうですね、熱く語り合ってみようと、語り合ってみようということでございます。はい、はい、まずあの感想としてね、うん、あのリーディングドッグさんに面白かったですというふうに感想をいただきました。はいはい、いつもねお聞きいただいてありがとうございます。リーディングドッグさんありがとうございます。はい。はい、あのまあこのお話ね、はい、あの山川雅夫さん2度目の登場ということでね。はい、ちょっとなんていうかこの後どうなるのみたいな、うんうん、ちょっとこう不穏な感じで終わるっていうね、はい、うんうんうん、あの今で言う嫌ミスみたいな、ちょっと違いますけどね、嫌な気分になるミステリーっていうねそういうんだね、そう、ミナとかナエさんとかがねすごい有名なんだけど、まあ、面白いんだけど、いわゆるなんていうかこう爽快だったりスカッとしたり、うんうん、こうほっこりしたり、なんかそういうさ、こうプラスの感じで終わるんじゃなくて、なんかこう暗くなったりドヨーンとしたり、あのそういうなんかこうちょっと嫌な気分になるねミステリーっていうことで、今そんな言葉がありますけれども、なるほど、まあ、 あの分類大きくすればね、まあ、もしかしたらそういうタイプの話、うんうん、かなとは思いますけれども、はいはい、まあ、私はこういうなんか切れ味のラストのどんでん返しじゃないけど、うん、ずっと紡がれたストーリーが最後に、あ、そうだったんだって、なんか気持ちよく騙されたい派なのね、うんうん、だからこうミステリーなんかも、うん、こう自分で推理して読んでいくのが好きな人もいるじゃん、うんうん、あの犯人は本当は誰、本当に誰なんだろうって、うんうん、そういうのを楽しむタイプの人もいるけど、私はなんかその登場人物と一緒にこう右往左往しながら、この人じゃないの、ああなんかこの人殺されちゃったとか言って思う、こう振り回されながら最後に鮮やかにこう裏切られて、ああそうだったんだっていう風に楽しみたいタイプなの、はい、そういうタイプの人間にとってはこういうお話ってすごく面白いなと思うんですけど、うん、全然違う感性をお持ちの俊博さんとしてはどうだったんですか。うーん、まあそうね、うん、まあでもなんだろうな、そのまあラストの切れ味という点では、うんうん、まあ、きっと何かはあるんだろうなと思いながら、うん、まあ、このままね、うん、すんなりと終わるわけはないし、うん、まあ、きっと何か、最後に、うん、来るんだろうな来るんだろうなと思いながらうん、うん、ずっと読んでましたけどね、で最後に来るんだろうなっていうのは自分だったみたいなねそう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 、まあやっぱりそのね、精神が別に恋人じゃなくて、うん、まあ、お姉さんは妹を心配して精神科のお医者さんに家に来てもらっていたんだけど、うん、妹はそれをまあ勘違いしちゃってっていうね、ような話で、最後にその、はいはい、実はこの人は恋人じゃなくて、うん、お医者さんだったっていうのが分かるから、うん、あーってなって、うん、うわこれどうなるんだ30分後みたいな、ね、うん、そうね、その後は書かれてないからね、そうだからこういうのをなんか すごい好きな人もいると思うけど、あんまり得意じゃないタイプの人も、うん、確かにいると思うんだよね、うん、結局ほらそれでどうなったのかっていうのは書かれてないわけだしさ、そうね、うん、でもまあまあ私はその後をこうなんか想像したり、うん、うわそう来るかっていう風にその後を自分でこうイメージして楽しむのが好きなので、うん、多分好きなんだと思うんだよね、うん、なるほど、うん、想像するだに最後、うん、その後どうなるんだろうね、まあ、私なんかは、うん、まあそうは言ってもきっと、うん、そう簡単には殺されないんだろうなとかね、うん、精神科医の、人がそのままブスッて刺されてあ死んじゃったらば、うん、なんかそれまでだなと思って、まあ、刺そうとするけれども、うん、お姉さんが何かこう
割って入っとね探さされちゃうとかさ、おおまたさらなるドラマが始まるね。そうなるとそれかまあ、うん、あのそのねちゃんと、うん、その少し怪我はするけれども、うん、殺されはしないとかね。なるほどね。まあ、何かそうすんなりとその彼女が思い描いた通りにはこういかないんじゃないかな、うんうん、とかならとかいろいろ考えましたけどね。まあ、そういうねあの考え方もあるよね、もちろん、ね。うん、まあ、そういうこと考えるのは確かに楽しいというかね、うん、ついつい考えちゃうよね。そう考えざるを得ない感じ。そう、うん、まあ私はすごい大いなるその勘違いをしたまま、うん、結局、うん、殺しちゃうんだろうなっていう気がしてるんだけどね。なるべく殺されてほしくないなと思うからね。俺は殺されない方向性を考えたんだ。なるほど。まあでもそれはいろんな読み方だから ね、 ね、もちろん ね、 そ、 うね、うん、それはそれぞれでいいと思うんですけど、うんうん、まあ、あのこの山川、ね、正雄さんって2回目の登場で、まあ、1回目の時にね、まあ、ざっくりとは ご紹介したんですけど、はいはい、まあ、この方はあのお父様が日本画家の、うん、まあ、画家さんでいらして、うんうんうん、で慶応大学の、うん、文学部仏文科に、うん、まあ、入って、うん、というような感じで、まあ、ちょっとインテリな感じの、うんうん、方なんですよね、うんうん、で、まあ、二十歳ぐらいから小説を書き始めて、うん、でやっぱりこういうね、ショートショートという、うん、まあ、短編よりもさらに短いお話が多いんですね、うん、はいはい、でまあ皆さんよくご存知 の、うん、あの星新一さん、うん、ね、うん、でもう一人あの都築道夫さんという方、うんうん、まあ、私もちょっとあまりよく正直存じ上げなかったんだけれども、うん、まあ、この方も本当に並び称されるくらい の、 あの非常に短編小説をたくさん書かれて、しかもあのジャンルも、まあ、SF から江戸物からもう本当いろんな幅広く、ね、あの題材を取って書かれた方で、あの更新の指導なんかもやってて、はい、あの彼のその講座から、まあ、何人かね、あの実際作家さんが、後で出たりとかするくらい、うん、まあ、とてもあの有名な方 で、うん、でその都築道夫さんと並んで、うん、ショートショート御三家と、うん、昭和の時代に言われた方なんですよ、うん、はい、大変有名な。そうなんだね。そうなんです。星新一さんはまあ、ね、うん、名前はよくね知ってるけれども、もちろんそうです、ね、山川さんは知らなかったね。そうなのよ、うん、でやっぱりその活動時期がとても短くて、うん、34歳か5歳か、まあ、そのぐらいの時にあの交通事故でね亡くなってしまったんですよ、突然に。あら、そうなんですよ、うん、だからで亡くなったのがね1965年ということで、うん、まあ、56年前か、はい、うん、っていうことで、だからこの作品が書かれたのも1963年ということで、まあ、青空文庫に収蔵されている作品の中では比較的新しい、はい、うん、そうだね、作品ということで、うんうん、だからまあ精神科医、まあ、新しいっていう感じはまあそんなにはしないけれども、やっぱりまあ文体なんかは、うん、まあ、明らかに現代の感じだなっていう、うん、はい、には読めますよね、うんうん、でこの山川さんは、うん、その星さんとか鈴木さんと比べて、うん、その純文学の色合いが濃いと言われた作家さんなんですね、うん、はいはい、でまあ確かにね、うん、そういうふうに考えて読んでみると、うん、まあ何でしょう、やっぱりその第3回で読んだ箱の中のあなたしかり、うん、まあ、今回の歪んだ窓しかり、うん、はい、やっぱりちょっとその何でしょう、描写の仕方が、うん、こう純文学というか、うん、あの少しこうなんでしょうね、あの就職の仕方がその文学作品っぽい感じはやっぱりするんだよね、うんうん、まあそうね、確かにね、うんうん、あんまりショートショートっていう、うん、こう雰囲気じゃないっていう、そうなの、まあ、そうなの、じゃあショートショートってどういう雰囲気だって言われるとわかんないけど、難しいけれども、うんうん、まあ確かにちょっとね、うん、
そうなの、うん、あんまそういう気持ちでは読まなかったかもしれない。そうでしょう、うん、意外とこう、まあ、どっしりしたというか、うん、しっかりしたというか、うん、あの表現なんかも、うん、その本当に あまり確かにその一般的にイメージするショートショートの方がもうちょっとライトな感じがするけれども、うんうんねうん、結構しっかりとした感じの作風じゃない、うんはいはいうん、なのであのやっぱりそこがこの方のすごく特徴的な、うん、あの作風だということらしいんですよね、うん、なるほど、うん、であのこの山川雅夫さんって、まあ、私たちはちょっと知らないけれどももうちょっと下の世代になると教科書にね、うん、あの載ってるんだって作品がへ、うん、あの夏の葬列っていう、うん多分この方の一番有名な作品だと思うんですけど、うん、これもまた、うん、これもまた何とも言えない感じで、うんうん、これあの私必ずあのキクリビで読もうと思ってますけれどもね、うん、もうちょっと経ったらね、うんうん、これもまたねあの何とも言えない、うんまさに純文学っていう感じの、うん、すごくこう骨太な、うん感じのこう書き方をされているけれども、うん、鮮やかに本当に短く終わるっていうまたラストに何かが待っているまあそういうことですね、うん、小学校のいや小学校じゃないんじゃないさすがに小学校っぽくないよね高校中学か高校だと思うな、まあ、だよね高校ぐらいかないや間違いなく小学校ではない間違いなくこんなねちょっと山川さんのテイストじゃないよねいや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 全然違うしかもその作品、うん、その夏の葬列もちょっとそういう感じじゃない、うん小学生向けではないでも教科書に載ってもいいような作品載ってもいいねああそう全然あのいろんなことをそれこそ考えられる、うん、あのちょっと授業を受けてみたいなって思うくらいあのいろんなことを考えさせられるうんでそのこうこの文章よくほら国語の問題でさこの文章のこの時の主人公の気持ちはどんなだったかみたいなさ、うん、よくそういうほら、うん、問題とかあったじゃない、ね、そういうのをみんなで考えたくなるような作品なんですよ、うん、へえなるほどねだからねやっぱりこの方はそういうちょっと骨太というか、うんうんうん、そういう風な作風なのに、うんうん話が短いっていう、うんうん、ちょっとなかなかいないタイプ の、うんうん、あの作家さんなんじゃないかなって私は思ってるんですよね、うん、なるほどね、うん、あんまりいないよねそういう作家さんって、うんまあ、ちょっとわからないね、うんうん、ふっとこう思い当たらないっていうかさ、うんうん、そう ね、うん、だからまあまああのまたねあの読んでいきたいなと思ってますけれども、うんまあ、この歪んだ窓に関しては、うん、やっぱりその最初からちょっと怪しい雰囲気というか、うん、ちょっとなんていうかこうあのなんていうんだろうねこの妹のテンションがちょっと普通じゃないな、うん、みたいな、うんうん、別に精神に病んでるって、うんうん書いてはないんだよね。書いてないね。ねうんうんうん、でもやっぱりこうだってお姉さんをさ尾行したりしてるんだよね、うん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 。何度かお姉さんの後をつけて、うん、ちゃんと知ってるのよみたいなね。うんうんうん、そういうさやっぱり部分に、うん、まあよくよく読めば、うん、後になって考えればちょっとこう病的なところを匂わす。うんところはあるけれども、うん、もちろん全然そんなことはさ書かれてないんだよね、うんうん、でやっぱりもうずっとこれこう字の文とその彼女のその妹のね、うん、気持ちがちょっとこう混じって書いてあるから、うん、一人語りみたいな部分もさ、うん、たくさんあるじゃない、うん、でその彼女のそのもう思いが、うん、もう間違いなく、うん、あの二人はお姉さんと佐伯が付き合っていて、うん、でも佐伯はちゃんと奥さんと子供もいるっていうのをお姉さんには言ってないけど私は知っていると、うん、でなんか様子もなんか私を観察してるみたいな妙な目で見るしもう絶対あいつはもうおかしなやつで
そのお姉さんになんか嘘を言って近づいてきてお姉さんを不幸にするやつだって思い込んでるじゃない、うんうん、でそこにやっぱりミスリードどんどんされていくよね、うん、聞いてる方もさ、うんうん、だって実際本当にさあの男そっくりの顔をした男の子の手を引いて奥さんらしい人と歩いてたなんて言われたらさ、うん、あらこれちょっとやばいんじゃないの、うん、みたいなさ、うん、ふうにやっぱり思わされちゃう、うん、そうね、うんうん、そういうところがすごいなと思って、うんうんうん、まあそう展開がねそうなのよ、うん、こう導き方がねそううまいよねやっぱりこう事実をさ、うん、そういうふうに言われちゃうと、うんうん、あそうなんだって思うし、うんうんうんまあ、本当にそのなんか彼女が、うん、あのお姉さんに対して引け目をすごく感じていてね、うんうん、お姉さんのこと大好きなんだけれどもでももうこんなダメな私のためにお姉さん の, その幸せがね結婚がどんどんこう遠のいてるというのに対する本当に申し訳ないっていう気持ち、まあ、これは多分本当にそうなんだと思うけど、うん、そういうものが相まってもうこれは私がやるしかないというところに、まあ、至る、うん、その流れが、うん、やっぱりこうすごいなっていうかさ、うん、やっぱり説得力があるっていうか、うんうん、そんな感じがするんだよね、うんうん、そうだね、うんうん、なんか読んだ印象ではどんな感じでした？うんうんうんまあやっぱり結構途中までというか、うん、この妹さんのね、うん、なんだろう、こう心配がさ、うん、すごくこう伝わってきてさ、そうなの、そうなの。なんか妹さん側に立って、うん、すごくこう読んでいって、あ本当にお姉さん思いの、妹さんなんだなみたいなね、そういうこと、そういうこと、お姉さんなんか騙されてるのかみたいなさ、そういうに読み進めて最初の頃はね、うん、そういう気持ちで確かに読んでたけどね、うんうん、その、男はねどんな悪いやつなんだって本当に思ってたしねそうだよねそのあたりのところがすごく巧みにねやっぱりこういう書き方をされると、うんうん、もう本当にほぼ一人語りみたいなさ、うんうん、妹さんのね、うん、感じになってるじゃない、うんやっぱこんな風に切実に思いを語られて、うん、でしかもその事実としては、うん、こんなおかしなこともあるこんなおかしなこともあるこんなこともあるみたいなことを積み上げられると、うん、やっぱ聞いてる方としてはあお姉さんそうまあねかわいそうだね、うん、みたいないろいろ大変でちょっとそういう人に頼っちゃったのかな、うん、みたいなさ、うん、なんかそういう風に思わされちゃうね、うんうんまあ、これ別に一人称で書かれてるわけではないけども、うん、その妹さんの言葉がね、うん、多いから、そうそう、うん、まあまあ引き込まれていくわね、ぐいぐいぐいとね、うん、やっぱりこう書き方というか構成の妙っていうか、うんうん、ね短い作品、うん、本当にね短い作品だけどね、そうなの、うん、すごいこうなんていうか盛り上がっていくというか引き込まれるというか、うん、で最後の方になって、うん、こうついによし今日こそそのなんか私がお姉さんの幸せのためにあの男を排除しようって決心してなんかまたこう来るのを待っているみたいなさ、なんかそういうところまで行き着いちゃってああまあ方法は間違ってるけどああそこまで思い詰めちゃったかってなんかまだここでも気がつかなかったっ、ねうん、そうだね最初はそうだね、うんうん、ところがその後のその2人の会話をね、うん聞くと、うん、実はこの佐伯は病状を見に寄っている神経科の医師でまあそのお姉さんが妹のことを心配して、まあ、病院に連れて行くんじゃなくてお医者様に家に来てもらって、まあ、見てもらおうというふうに思って、まあ、お姉さんはお姉さんですごく妹のことを考えてやっていたんだけれども
これがうまく噛み合わなくて最終的にあすれ違っちゃうのかなっていうなんかドキドキするところで終わるというね感じでしたね。そうだね。まあなんかだからこの最後の2人の短い会話の中で、ああって分かった瞬間にもう終わるみたいなね。この切り取り方も、まあ、ちょっと、まあ、人によってだと思うんだけど、私はこのザクって切れるのは好きなんだよね。この後のことをいろいろ書かずに、その一番のところでバツって切ってしまうのは、まあ、私はその作品としては結構好きで、まあ、この後のことをやっぱりその読み手に想起させるっていうか考えさせるっていう意味では、もう本当に何でしょうね、鮮やかっていう、感じにね、思えて、私は好き。まあ、前の、箱の中の、あの話も女性が主人公だったよね。なんか女性をよく書いてる人なのかね。女性目線のさ、なんかこのね、まあ、たまたまかもしれないけど、2作品とも、そうだね、しかも前回の女性も、まあ、ちょっとさ、頭のおかしいね、ちょっと思い込みの激しい人だったね、今回もね、ちょっと精神的に病んでいる、あの女性でしょ、そうね、たまたまだけど、なんかそういう何かあの、ね、共通点があったからさ、そうだね、そういうなんていうのかな、ものに興味というか関心というか、他の作品も案外そういうなんか共通するものがあるのかななんて、なるほど、まあまあ全然他のものは読んでないのでわからないんだけれども、まあ夏の葬列は男性が主人公で全然そういう感じではないけど、ないよね、でも確かにモチーフとしては、ちょっと似通ってる部分があるかもしれない、もしかしたらその人間の精神っていう気持ち、その形にならない、なんかそういうものに対するちょっとこう意識が強い人だったのかもしれないね、私も、まあ、まだあまり他のたくさん読んではいないんだけれどもね、まあ、そういう意味ではなんかすごく特徴的なね、あの作家さんだなっていう感じがしましたね。そしてこの雨がね、ものすごいこう、効果的になんか歪んだね、イメージがめっちゃ湧くじゃないですか、こう歪んだそのね窓の風景の中にこう、いろんなものを見て、でこう2人が現れるのを待ち続けるみたいな、その長く降る雨、それを内側から見ている、そのね窓ガラスにこう雨がこうわーってなって、こう風景が歪んで見えるその内側にいるやっぱり妹さんのから見たやっぱり、話なのかなっていう感じがして、この歪んだ窓っていうねタイトルもすごく雨をね、雨と窓かな、すごく有効に使ってるなという感じがするけどね。ね、今回はあんまり謎そのこのタイトルに関しては、まあ、謎っていう感じではなくて、まあ、あの文中にも出てくるしね、もうあの最初から雨と窓は出てくるから、まあ、すごくこう、語られているそのモチーフとして出てくるものをこう題あのタイトルにしてるっていう、だからすごくそういう意味では分かりやすいかなとは思うけどね、でも、なんか歪んだっていうのがね、もちろん雨に濡れたその窓から見る風景が歪んでるっていうのもあるし、その精神がねちょっと歪んでしまった人のまあちょっと悲しいお話みたいな部分もあると思うし、ちょっとそのアンニュイな感じがする、そういうところも私は好きなんですけどね。そうだね、はい、ということでちょっとね熱く語ってしまっ
ったんですけれども、はいはい、この山川雅夫さんのねこの夏の葬列は必ず、はい、あのいずれ読もうと思っているのでそれはまたねちょっと楽しみにしていただきたいなと思っております、はい、山川さんの作品はたくさん青空文庫にはまた、うんあるのかな。うん、そうね。いくつかは、一つ二つじゃなくて、うんうんうん、もちろんたくさんは入ってますのでね。うんうんうん、はい、興味がある方、うん、まあ私のようなテイストが好きな方はね、そうそう、まあ、きっといらっしゃると思うので、ファンのでもきっと山川ファンという人はね、いるんじゃないかな、うんうん、まあ我々は知らなかっただけで、うん、そうそう、もうあの前々からね熱烈なファンの方っていうのは、そうそう、絶対いらっしゃると思う、いるような気がするね。うん、まあ本当にね、うん、面白かったなと思っておりますと、うん、いうことですね、はいはい、今後の山川さんの作品も期待しましょう、はい、なんかリクエストがあったらぜひお寄せください、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はいはい、今回は、山川雅夫さんの歪んだ窓の感想反省会でございました、はいはい、ではまた来週は新しい作品でお目にかかりましょう、はい、さようなら。